川野慶投手のもとを訪れたのは田村スカウトと鞘スカウトの2人。およそ30分間指名挨拶を行いました。コントロールの良さ、ストレートのキレ、コントロール、カットボールは評価してます。はい、即戦力の選手として考えてます。やっと実感が湧いてきたというか、次プロに向けてしっかり頑張っていこうと思います。社会人として、即戦力として大いに期待しているということなので、その期待に応えれるように、開幕1軍目指して頑張っていきたいと思います。